行くぞ。子供たちが通り過ぎる。待て。何ですよ、警部。いいから退避しよう。
だよ。一人でお風呂にも入れるし、一人で寝れるよ。おー、偉い歌。うん、おばあちゃん行ってきます。行ってらっしゃい。大丈夫、行ってるからね。行ってきます。
好きになりたいと思っている。本当のことを言ってほしいんだ。私は絶対にやってません。君が店から逃げるのを見た人もいる。アパートに金もあった。でもやってないんです。あの、刑事さんにも言ったんですが、鈴の音が聞こえました。鈴？店でかね。はい、床に落ちた鈴の音でした。合金かガラスが混じった余韻を引くような音でした。で、刑事はそのことについては？言い逃れだろって。人の気配はなかったかね。さあ、そこまでは。そうか。これが一番大事なことなんだが、君は警察に知らせなかった。どうして逃げたりしたんだね。疑われると母の世話をする者がいなくなるんです。世にも珍しきにゃもにゃ UFO。 あの、花森さんですか。どれ。調査員の南條と申します。湯山さんのことで。湯山は容疑否認してるんだって。お話伺ってもよろしいですか。ママの田舎、新潟の山の中でね。寂しい葬式だったよ。二親はとっくの昔に死んでて、来てんのは農協行ってる兄貴と親戚が 2,3 人しかも奴らの頭の中にはママが残した金のことしかないって来てる。なんかここにいるとママの声が聞こえてきそうな気がするよ。湯山さんはお店には何回ぐらい来ましたか。4,5 回かな。バンドのメンバーと一緒に来てたよ。その中に湯山さんを目撃したという秋山さんもいましたか。ああ、いたよ。ルミ子さんは 4,5 回会っただけの人にお金を貸すような人でしたか。湯山は神代商事の娘と結婚すんだろ。それで信用したんじゃないか。あの、その婚約者の方です。あの、彼はここで鈴が落ちる音を聞いたそうです。鈴落ちてませんでしたか。鈴？うん、知らないな。ちょっと一人になりたいんだ。悪いけど帰ってくんないか。こんなことがあったの。深夜に一人暮らしの若い女性が殺されて、交際していた男性が逮捕された。男性は否認したけど、交際をめぐってトラブってたし、アパートの近くをうろついているという証言もあった。でもね、何日か後にコンビニ強盗で捕まった犯人がいたずら目的で侵入し騒がれて殺したことが分かり、その男性は釈放された。その後、その男性はどうしたと思う。自殺したの。なんで。無実だったんでしょ。たとえ疑いが晴れても世間はそういうふうに見ないの。根も葉もない中傷もあるだろうし、みんな高貴な目で見るわ。男性はそれに耐えられなかったの。まあそういうこともあるかもね。刑事だった私も釈放で終わりって片付けてたから、男性の自殺の理由を知ってすごくショックだった。調べてみると誤認逮捕ってたまにあるの。戸田先生にも苦しんでいる人たちがいることを教えてもらったこともあって、雄一郎さんが亡くなった後、先生に頼んで調査員の仕事をすることになったの。そういうことか。でも今回はちょっと難しいかもね。うん、でも一から調べる。鈴のことも含めていろいろとね。でも大変だよね。今日みたいに夜遅くまで聞き込みしたり、雨の中張り込んだりお母さんが心配してることも知ってる。ゆうたのこともかわいそうだと思う。仕事をしててもゆうたのことで頭がいっぱいの時もあるもの。
ゃいましたよ。ひどい目。ここのオーナーが店のイメージが悪くなるからって契約をキャンセルされちゃってね。秋山さんも湯山さんが犯人だと。警察はそう言ってんでしょ。湯山さんがお店から出てくるのを見たそうですね。見ましたよ。あの時間ほとんどのお店が閉まっていて暗かったはずですが、よく湯山さんだと分かりましたね。そりゃ分かりますよ、仲間だもん。それにあいつが金借りに行くのうすうす知ってたし。湯山さんはここを12時半頃出たと言っています。秋山さんは何時頃出られました。俺の方が多少先かな。車ですよね。お店の前を通ったのは何時ぐらいですか。さあ、ガソリン入れてたから。ゆうまさんがお店にいたのは 4,5 分だと思います。彼はタクシーを使ったと言っています。どこのスタンドでガソリンを入れたか教えてください。どこだったかな。行き当たりばっかりに入ったから覚えてないな。領収書はありませんか。もらったかな。探してくれませんか。あんた、俺が嘘ついてるとでも思ってんの。そうじゃありません。私たちはこうやって一つ一つ調べていくのが仕事なんです。仕事の前に飯食いたいって。ラーメン屋行こう。そうだよ。何なのあの態度。ムカつく男。本当にスタンドに寄った形跡があるかどうか、ここから店までのスタンド調べてくれる。秋山疑ってんの。警察は指紋やアパートにあったお金に目がいって目撃情報を重視してないの。私は秋山の証言が気になる。分かった。片っ端から調べてみる。私はこれから三好さん家に行ってくる。秋山について何か知ってるかもしれないから。オッケー。そうですか。三好さん鈴を探しに。ほとんど寝てないのに朝早くに出かけました。私も手伝いたいんですけれども、主人が構うなと怒るものですから。お帰りなさいませ。さよこ。今お客様が、うん、お帰りなさいませ。うん。客は誰だ。南條さんです。ああ、みゆきが言ってた弁護士の女子か。和之にうまいもの吹かしてやってくれ。はい、かしこまりました。お邪魔しております。調査員の南條と申します。うん。湯山のことは調べなくていい。あいつがどうなろうと関係ない。でもそれじゃみゆきさんがかわいそうです。みゆきは和之と結婚させる。今日の臨時取締役会で常務に昇進することが決まった。頼むぞ。はい。こいつは俺の片腕になれる男だ。俺は最初からみゆきと一緒にして、ゆくゆくは後継者にしようと思ったんだ。和之、お前湯山のことを相当恨んでたそうじゃないか。いえ、そんなことは。まあいい。すべて俺の思うように進んだんだ。でもあなた、会社のことはともかく、みゆきさんと湯山さんのことは。お前は黙ってろ。お前は1億を超す借金の方に買った女だ。見栄えのいい俺のおもちゃなんだ。お客様の前でそんなことしてるのやめてください。構わんか。みんなにそう言ってるんだ。あなた大丈夫ですか。ああ大丈夫だ。心配な。ハエちゃん、大事な打ち合わせ中なの。後にしなさい。だって先生の差し入れ美味しいんだ。シュークリームは逃げないよ。これくらいにしとくかも。先生、他に星がいるとしてですが、花森はアリバイがあるので除いて、今調査しているのは秋山と角崎和之の2人です。角崎は神代さんの登園に当たるんだね。ええ、緊急取締役会で課長から一気に常務に昇進したそうです。仕事はできる男のようですが、社内でも驚いたみたいです。湯山という子が取れて後継者の道が開けたというわけだね。でもみゆきさんが結婚を承知するとは思えないけどね。あ、それから神代商事にいた女性から話が取れました。六本木の交差点でルミ子さんと角崎が話をしているのを見たことがあるそうです。二人は知り合いなのかね。あ、それは分かりません。ただ湯山さんがお金を借りに行くのを知っていたという可能性はあります。で、秋山については。はい。秋山はルミ子さんの愛人で高い車を買ってもらったりしました。でも最近勝手にカードを奪ってバンバン高い買い物をするんで、ルミ子さん別れたかったみたいです。どこの情報。バンドのメンバーです。太鼓のフェロモンで聞き出しちゃいました。
秋山はスタンドに寄ったと言ってるんだよね。ゆうやまはタクシーだし、先に店に着くのは無理だろうな。全部調べたわけじゃないんですけど、スタンドに立ち寄った形跡はありませんでした。目立つ車ならともかく、フリーの客ならほとんど顔を覚えてないだろうしね。私が知りたいのは目撃した時間なんです。というと？湯山さんがお店に来ることを知っていた秋山は、先回りして由美子さんを殺し、目撃者を装って湯山さんの仕業に見せかけた。なるほど。それから湯山さんのアパートはバンドメンバーのたまり場になってたらしいんです。秋山は湯山さんが鍵をどこに置いているかを知っていたでしょうから、お金を置くこともできた。偽装工作か。それじゃあこの二人を追ってみよう。ただしまだ犯人と決めつけないように慎重に頼むよ。はい。ところで鈴はどうなったかね。あ、私も実際に鈴の音を聞いたわけじゃないし、お店の人もそんな音聞いたことないって言うんです。手作りのものじゃなかっているのか分かんねえ。手作りか。鈴を探すのは大変そうだね。はい、南城調査オフィスです。あ、みゆきちゃん、沖に行ってきたいんですけど。沖？はい、大学時代に友人が結婚するんです。欠席しようと思ってたんですけど、花嫁姿を見てほしいって言われて。彼女のお父さんがホテルを経営してまして、四五日ゆっくりしていけばいいって言ってくれてるんです。そう、じゃあ海でも見て心が落ち着くまでゆっくりしてきな。はい。明後日だっけ親子遠足。今からはしゃいじゃって大変。小さい山だろうけど、山登りするんでしょ。大丈夫？大丈夫よ、幼稚園の子が一緒に登るんだから。あ、報告します。お願いします。秋山は4時に家を出てライブハウスで演奏、その後ルーレット賭博のお店。毎日この繰り返してよく飽きないなって思っちゃうよ。あ、ねえ、ファンの女の子にちょっかい出したり、花森さんが来たりとか、それいいよね。花森来たの？うん。ほら、みゆきさんがオフィスに沖に行くって電話くれた日の夜、店の前でバンドメンバーと話してた。あと秋山とも車の中で話してたし。あ、出る出る。よいしょ。はい、もしもし、南條です。あ、みゆきさん、どうしたのこんな遅くに。もしもし。どうした？みゆきさんが変。変？泣いてる。泣いてる？もしもし、みゆきちゃん、どうしたの？嫌です、まこささん。嫌です。信じたくありません。何が嫌なの？ねえ、泣かないでちゃんと話して。花置き？はい。何かあったの？分かった、明日帰ってらっしゃいね。それからちゃんとお話聞くから。分かったわね。
だって言うた親子遠足なんでしょ、みんなパパやママと一緒なんでしょ。だけど先生は泳がるうちはお父さんお母さんじゃなくてもいいって言ってたよ。あら、でもね、その代わりおいしいお弁当作って。うん、ごめんね言った。大丈夫だよ。謝りますだと？お前自分の立場が分かってんのか？
横ずらすんな。おじさん、みゆきさんがここで仮装になさるんでしたら早く連絡しないと。ああそうだな、お願いします。わかりました。明日の朝ということで仮装場には連絡しておきますけど。私たちも仮装場に伺います。断る。お前たちの顔は二度と見たくない。写真を見せて、この中に写ってる男女が2年ほど前に来なかったかと。2年前に？その写真の男女はどんな風でしたか？なんせ2年前だし、人がいっぱい写ってるから顔も小さいし、それに2年前のことなんか思い出せないと言ったんですが、どうしても思い出してほしいの一点張りで、最後は諦めて鈴を求めて帰りましたがね。鈴を買ったんですね。はい。母ちゃん、うん、ゆきちゃんのバッグに写真も鈴もなかったわよね。なかった。日曜日の会なんて珍しいから、あったら気づくもん。犯人取ったんかな。みゆきちゃんが沖に来た目的は別にあるのかもしれない。別の目的？写真に写ってる人物が沖神社に来たかどうかを確かめるためよ。みゆきちゃんは写真に写っている人物がルミ子殺しの犯人だと疑っていたに違いないわ。みゆきちゃんを殺した犯人とルミ子殺しの犯人は同一人物の可能性が高い。たいちゃん、東京に帰ろう。え？まだ観光してないのに？遊びに来たんじゃないのよ。あ、でもあそこ写真撮りたいの。ね、一枚だけ。ね、お願いだから。ね、一枚だけ。姉さん、フェリーの時間までまだあるよ。お腹空いたから上のレストランで何か食べよ。かえちゃん、よくそんな気になるわね。だって、金にゃもにゃ。にぎやかな歌でしょ。金にゃもにゃってどういう意味なんですか？意味はよくわからないんですが、毎年8月に金にゃもにゃ祭りが開かれてるんです。あれがその時の写真です。甘
袖でしゃもじを振りながら踊るんです。もう一度お願いします。この音ですか？間違いありません。そうか、これはお前の婚約者が沖で見つけたんだ。この鈴は沖にしかないそうだな。どうして彼女はこの鈴だと思ったんだろうな。わかりません。みゆきは何て言ってるんですか？死んだ。死んだ？ああ、沖で殺されたんだ。ゆうたがどうかしたの？たいちゃん、ゆっくり喋って。ゆうたが
手を引け。出ないと子供の命はないぞ。子供を道具にするなんて卑怯です。なんだって？事件から手を引けだって。警察に電話をして助けてもらってちょうだい。それはできません。あなた、言うたらどうなっても構わないの？お母さん、優太は私の子供です。私が必ず助けます。仕事熱心もいいですが、家族も大事にしてくださいよ。知らせたんだ。バカな無理するな。篠崎さん、宅配便です。篠崎さんだね。部屋を見せてもらうよ。何ですか一体？気はあったが、殺しとは関係がなかった。証拠もないのに動きやがって。村上君、私が篠崎を調べるように言ったんだ。今回のことは私の責任でもある。申し訳ない。先生が謝ることありません。大体篠崎が誘拐犯として一人で取り返せると思ったのか。君だって警察の人間だったんだ。こういう場合はどうしたらいいかぐらい分かってるだろう。もしもし。ママ怖いよ、怖いよ。ユータ、ユータは強い子でしょ。ママ必ず助けるから頑張るのよ。よっぽど俺が怖いと見えて熱を出してるよ。ユータを返してください。事件から手を引くと約束すればな。2時間おきに電話する。出かけて風呂場の鍵回るなよ。もしもし、もしもし。言わなかった。ひとまず要求を飲んで出方を見るのが基本だろう。要求を飲めば優太は助かるんですか？これじゃ手の打ちようがないよ。孫ちゃん、村上さんに任せなさい、ね、そうしてちょうだい。警察が介入して最悪のことになったケースだってあるんです。そんな、村上さんきっと助けてくださるわよ。あなた、優太が可愛いんでしょ。当たり前のこと言わないでください。雄一郎、母親の気持ちをあなたが一番よく知ってるはずよ。本当にもしものことがあった場合、あなたも一生そんな気持ちを抱えていかなければならないのよ。お母さんは黙っててください。私がこんなに頼んでもあなたはダメなの。お母さん、誠さんはちゃんと分かってますよ。もしもし、どうだ？ダメです。そうか。
中展望星に向かう男女を目撃した人が見つかったそうだ。女の方は服装からみゆきさんだろうとのことだ。男の特徴は？顔までは分からなかったらしい。小出君、君の母親としての気持ちは分かるが、今度電話があったら村上君が言う通りにひとまず犯人の要求を飲んで、それからこちらの出方を決めた方がいい。先生、私今秋山の目撃証言について考えてたんです。秋山？私たちは今まで秋山がルミ君を殺し湯山さんの仕業に見せかけるために証言したと思っていました。でも秋山が犯人だと知ったみゆきちゃんが、嫌です、信じたくありませんなんて言うでしょうか。言うわけない、あんな嫌なんてのこと。先生、秋山はルミ子殺しの犯人に嘘の証言を頼まれたんじゃないでしょうか。なるほど。だからその犯人が雄太を誘拐したんでしょ。でもそれ分かんないから困ってるんじゃん。犯人は分からないわ。でも犯人とグルのある男が秋山に嘘の証言をさせたのだとしたら、その男って誰だね。花森です。いや、花森アリバイあるじゃない。そう、そのアリバイのために私たちは花森を全く外していた。でもタイちゃん、ライブハウスの前の車の中で秋山と花森が喋っていたのを見たって言ってたよね。うん、2人で車で10分ぐらいいた。2人には接点があったということです。それから花森を疑っている理由はもう一つあります。タイちゃん、沖のレストランでご飯を食べていた時、キンニャモニャの民謡が流れてたわよね。あの賑やかな歌でしょ。キンニャモニャルミで花森が口ずさんでいた歌は、今思えばあの歌だった。レストランの人はキンニャモニャはアマチュア以外ではあんまり知られてないって言ってた。鈴が置いてあった沖神社も観光客が来るような場所じゃない。みゆきちゃんは花森が沖の人間だというのを知っていたんじゃないでしょうか。みゆきちゃんを殺したのは花森に違いありません。花森は天町の出身かどうか確かめる必要があるな。村上君に天町に電話して聞いてもらおう。私も花森のところに行きます。ダメだよ。大ちゃん頼むね。はい、やっぱり行ってくる。大ちゃん、なあ、あ、そうだよ、落ち着きなさい。今村上君が確かめている。そうだ、分かった。先生、花森は天町の出身だそうです。おい、こいつ花森と秋山の部屋当たるぞ。私も行きます。誠君、お姉さん、秋山のアパートに花森の車があります。分かった、俺が到着するまで感づかれるなよ。Thank you.
だね。まあいいよ。かわいそうに。お前は自分でルミ子を殺した。それをみゆきさんに知られたんで殺したって言うんだな。そうです。おかしいじゃないか。お前はその時間ラーメン屋にいたと言ったろ。店の主人の証言も取れてる。トイレ行くふりして店出たんですよ。下手な嘘つくなよ花森。ルミ子殺しについては秋山が全て吐いたよ。部屋にいたらお前から電話があって、ゆうやまを目撃したとか、部屋に金を隠せと言われたってな。秋山はお前に相当借金してたようだな。それで断れなかったと言ってる。お前は自分のアリバイを完璧に作って共犯者に殺させたんだ。ルミ子を殺したのは誰だ。ルミ子を殺したのは誰だと聞いてるんだ。お電話お待ちしております。龍太君元気になったじゃないか。先生今日も幼稚園に行くってだだこねて大変でした。ご迷惑おかけしました。いやいや、ナイフを振り回す花森に飛びかかったそうじゃないか。無茶だったな。あの時雄一郎さんの声が聞こえたんです。雄太を助けるのはお前しかない。雄一郎さんが背中を押してくれたんです。ところでね、花森はルミ子殺しの犯人を教えないらしいんだよ。先生私はもう篠さんにオフィスを閉めると言ったそうだね。はい、ゆうたはママ僕大丈夫だよなんて言ってくれるんですけど、私が離れたくないんです。しかしね、私はかわいそうだと思いながらどこかでゆうたに甘えてたんです。仕事を辞めて後悔しないかな。みゆきさんはゆうやまの無実を信じて君に助けを求めた。君はまだみゆきさんの求めに応えてはいないんだよ。ママ早く幼稚園に送れるよ。ごめんごめん、今すぐ行ったら。おはようございます。あ、お母さん今日オフィスの片付けしてきます。はいはい。ゆうた、今日はゆうたの大好きなハンバーグ作るからね。早く帰れるの？帰れるよ。じゃあご飯待ってるね。よかったね。じゃあ行ってきます。おばあちゃん行ってきます。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。みゆきさんはゆうやまの無実を信じて君に助けを求めた。君はまだみゆきさんの求めに応えてないんだよ。無実です。助けてください。お話があります。話は分かってますよ。きちんと話を聞いていただきたいんです。母さん、お姉さんの話聞いてあげなよ。聞いたって仕方はないでしょ。仕事を続けたいってことなんだから。そんなこと言わないで。お願いだから。お母さんもううるさい。聞くわよ、聞けばいいんでしょ。今度の事件が解決するまで仕事を続けさせてください。頭なんか下げてもらいたくないわ。お好きになさったらいいでしょう。早く。
入って晩ご飯作るなんて嘘ばっかり言って。オフィスで写真を見ていた時、ゆういちろうさんに、君は苦しんでいる人を助けるためにこの仕事を始めたんだろうって言われたような気がして、ゆういちろうを後ろ盾にするのはやめてちょうだい。ゆうたをあんな怖い目に遭わせといて、あなたまだ仕事を続けたいんですか。ゆうたの面倒は全て私が見ます。あなたにはこの家を出てってもらいたいぐらいだわ。ちょっと母さん、何もそこまで。いいのよ、喧嘩しちゃダメ。僕ママもおばあちゃんも好きだもん。ゆうた、喧嘩してるんじゃないの。ゆうたがかわいそうだから。おばあちゃんがいるからかわいそうじゃない。でもママがいないと寂しいでしょ。寂しくない。だっていいの。そっか。おばあちゃんがいるから寂しくないか。じゃあどうしよう、今度だけママを許してあげようか。うん。よし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 。お母さん、ありがとう。ゆうた、ありがとう。一番しっかりしてるのはゆうたくんかもしれないね。私もほっとしたよ。おいては子に教えられてね。おいおい、たいちゃん、それは誠くんに失礼じゃないか。本当にすいませんでした。早速だな。この鈴はペアで持ってるから価値があるんだよね。愛し合う者同士が持つと必ず結ばれるっていう鈴ですからね。私は結婚指輪をなくしてしまったが、妻は30年経った今でもつけている。そんなもんなのかね、女性というのは。そりゃそうですよ、愛の証ですもん。ルミ子殺しの犯人は女かもしれない。ゆうたくんを誘拐してまで事件から手を引かせようとした行為はどうも気になるな。花森の女性関係を調べます。花森さんの馬、ええ、あの人は女気まったくだし、ここら辺の人たちが声かけても反応、あっちの趣味があるんじゃないかって噂になったぐらいだったから。花森がお客としてこの店に来るようになったのはいつぐらいからですか。2年になるかな。あの人バテだったばかりで師匠に会わないってぼやいてたよ。師匠に会わない、どうしてかしら。さあ、聞いても笑うだけだったから。花森の前の職業が何だったかご存知ですか。口の面白かったからね。あ、一度だけ洋服屋やってたって。洋服屋、銀座三丁目のウロットって言ってたな。小一が連れてきて会ったきりですわ。さよこさん、2年前に来てるんですね。うん。あの、二人はこの鈴を持っていましたか。持っとったよ。2年前に来た時、二人はどこに行ったか分かりますか。この辺りを散歩してただけで別に。あ、そういう言えばさよこさんにマテン街見せてあげたいって二人で出かけていきましたわね。マテン街。ああ、さよこさん、いい思い出になったって喜んでましたわ。そうですか。どうもありがとうございました。ありがとうございます。夢コードレス高圧洗浄機。
ベランダ、網戸、外壁も車の汚れも高圧洗浄機できれいにします。庭のお花や植木の水まきにも便利です。充電式でコードがないので持ち運びができ、いろんな場所で使えますね。軽くて使いやすいので女性にもありがたいです。コンセントや水道がなくともバケツに水を入れ、付属のホースでスイッチを押すだけでどこでも掃除、洗車、水まきだってできます。すごいでしょう。3種類の噴射モードで頑固な汚れやカビなどもピッカピカに、高圧直噴モードで頑固な汚れも吹き飛ばします。幅広い拡散モードは庭の水やりにも最適です。洗剤を入れて泡モードで車やバイクの洗車に大活躍。おいくらでご紹介ですか？1台19,800円です。安いと思いますが、もう少し安くお願いします。初回限定価格税込み6,980円にします。6,980円、安い、嬉しい。社長ありがとう。ゆめコードレス高圧洗浄機はコンセントや水道がないところでもバケツに水を入れて付属のホースでスイッチを押すだけでどこでも掃除、洗車、水まきだってできる、すごい商品ですね。充電式でコードがないので持ち運びが楽で、いろんな場所で使える、すごい商品です。高圧洗浄機はベランダ、網戸、外壁、車、庭のお花の水まきにも、3種類の噴射モードで頑固な汚れもピッカピカ。あ、お墓掃除にも便利です。19,800円は初回限定価格6,980円です。6,980円、安い、嬉しい。持ち運びが楽な収納ケースもお付けします。お申し込みは 0570-666-443 または夢グループで検索。保険に新しい選択肢を。七色生命。がんはもう克服したのに。糖尿病の持病があるから。そんな理由で保険に入れなかったご経験がある方に朗報です。たった2つの告知で申し込める医療保険、七色メディカルスーパーワイド。がんや糖尿病などの既往症や持病がある方、過去に入院や手術をした方でもお申し込みいただけるこの保険。お申し込みに必要なのはたった2つのいいえだけ。最近3ヶ月以内に医師から入院や手術、放射線治療を勧められたことがありますか？いいえ。過去1年以内に入院や手術、放射線治療を受けたことがありますか？いいえ。どちらもいいえなら85歳まで今すぐお申し込みいただける医療保険です。もちろん医師の審査は不要です。七色メディカルスーパーワイドは安心の一生涯保障。持病の再発悪化でも変わらず一生涯保障です。しかも契約したその年から給付金は満額給付、削減期間はございません。さらに治療の可能性を広げる先進医療の保障を通算2000万円まで受け取れ、その上日帰りでももらえる手術給付金もついて、保険料は60歳女性で3214円。もちろんご加入時のまま一生涯上がりません。持病や既往症、大きな怪我で保険を諦めていた方、新しい保険をお探しの方に、医療保険の新しい選択肢を。たった2つの告知で申し込める医療保険、七色メディカルスーパーワイド。資料は今すぐ0120-771611。七色いい。摩天街は高さが257メートルもある絶壁です。急ぎましょう。はい。付き合っていることを知られ、それを陣内さんにバラすと脅された。だから花森と共謀してルミ子を殺した。そしてそれをユアムの犯行に見せかけた。そうだな？違います。私はユアムさんがお店に来るとは知りません。
ませんでした。ルミ子さんに5000万円要求されてました。でもそんなお金あるはずもなく、500万円用意してお店に行ったんです。こんなはした金、あんたみたいな素人に男を奪われた私の気持ちがこの程度のお金で収まると思ってるの？許してください。あんたたちのことをジンダーが私に監視させていたのは知ってただろう。あいつも最低な男だが、それを知ってて不倫してたあんたたちもいい度胸してるよ。5000万ぐらいの金、安いだろう。そんなお金私には払わないっていいのか。私はね、お前みたいな女が大嫌いなのよ。知っていて罠にはめたんだな。花森さんは私をかばってそうしたんです。鈴は2年前花森とここに旅行に来た時、沖神社で買ったものですね。はい。それからずっと花森と付き合っていたんだな。違います。花森さんがルミで働いてることは知ってました。でも半年前街で偶然会うまでは会ったことはありませんでした。この2年間私はこの鈴を肌身離さず持っていました。俺だってお前のことばっかり思ってた。愛し合う者がこの鈴を持っていると必ず結ばれる。その言葉を信じて今日まで生きてきました。信頼に離婚を許さないって言うなら、あいつの手の届かないところで暮らそう。私たちはアパレル会社に勤めていた頃から付き合っていました。私たち二人のブティックを持つことでした。私は
ようやくお金が貯まって神代が自分のビルを貸してくれてお店を開くことができたんです。でもやがて行き詰まるようになった。仕入れのお金にも事欠くようになって、運転資金まで貸してくれている神代の声に甘えてるうちに借金は1億円を超えるまでに膨らんでしまったんです。これまで応援してきたが一向に良くならない。どうだい、諦めて店を畳んだろ。必ずお返しします。もう少し待っていただけませんか。こちらも限界だよ。神代さんは貸した金は返さなくてもいい、その代わり妻になれと。いい妻になろうと思いました。でも花森とのことをずっと疑っていた神代は、金で買った女だと言っては私に辛くなりました。お前は1億を超す借金の方に買った女だ。見栄えのいい俺のおもちゃなんだ。味方になってくれたのはみゆきさんだけだったんです。みゆきさんはお前が鈴を持っていることを知ってたのか。知っていました。髪うまくまとまってるかしら。綺麗な音。何今の、見せて見せて。ああ、ひおぎ貝の鈴。これ大学の時の沖の友達が持ってた。沖にしか売ってないんですって。どうしたのこの鈴。誰かにいただいたんだと思うけど忘れたわ。みゆきちゃんは調べていくうちにあなたを疑うようになった。でも信じたくなかった。だから確かめに来たこの島であなただと分かった時あんなに動揺したんです。嫌です、信じたくありません。でもみゆきちゃんがいつ自分に疑いの目を向けるかを恐れていたあなたはみゆきちゃんが沖に行くことを知って花森に伝えた。私たちが湯山の犯行に見せかけたんだ。やっぱり佐弥子さんに自首してもらいます。そんなわけにはいかないんだよ。あなたたちはここでこの鈴の音を聞いたはずです。あなたたちはこの鈴の音を聞きながらいつかまた必ず一緒になることを誓った。そして再会しあなたたちは一緒に暮らそうと言った。でもそうしなかった。それはなぜですか。それは3ヶ月前あなたは神代さんの主治医に呼ばれましたね。そこであなたは神代さんが癌であと半年の命だと告知されました。あなたたちは神代さんが亡くなった後の遺産が欲しくなった。そうですね。由美子さんのことは警察に通報すれば過剰防衛で罪は軽くなったかもしれない。でもそうすれば
離婚されて遺産は手に入らない。そのために偽装工作をし、あなたが犯人だと分かったみゆきちゃんを殺さなければならなかった。何をじけづいてるんだ。こうなったらみゆきを殺すしかないんだよ。陣内は放っとけばもうすぐ死ぬ。そうなれば莫大な財産がお前のものになるんだ。私お金なんかいらない。あなたと一緒にいられればそれでいいの。最後、俺たちの人生をめちゃくちゃにしたのは誰なんだよ。お前をおもちゃみたいに扱った陣内が、俺は許せないんだよ。あいつの全てを奪ってやる。でも、みゆきさんは最後、毎日俺が捕まってもお前のことは絶対に言わないから。お前は俺が守る。もう一生話さない。そして私に事件から手を引かせようと雄太を誘拐した。もっと投げよう。サエ子さん、あなたの人生が辛いものだったというのは分かります。花森に会って陣内さんへの憎しみを募らせたことも、みゆきちゃんが愛した湯山さんの犯行に見せかけたり、あなたを姉のように慕っていたみゆきちゃんを殺し、私のかけがえのない雄太を誘拐した、その罪の数々は許されることではありません。さよこさん、あなたは生きてその罪を一生かけて償ってください。Shining, silent thriller of the summer rain, racing down the valley, sweeping on the plain, racing to the forest, bailing on the leaf, branching down the meadow with its dancing. Rover in royal silver girl with you again.With a god of God, let you pass upon the way. Friends are friends behind you suddenly and impolite. Ever in and like the lonely world, shining silent trees of the summer rain, racing down the valley, sweeping onThe plain, rising to the forest, bailing on the leaf, branching down the meadow with its dancing. Rover in royal silver girl with you again, with a god of God let you pass upon the way. Friends are friends behind you suddenly.And impolite, ever in and like the lonely world. Shining, silent thriller of the summer rain, racing down the valley, sweeping on the plain,
rising to the foreign. Bailing on the leaf, branching down and made out with its Tennessee. Rover in royal silver girl with jewel gang. With a girl of God, let you pass upon the way. Friends are friends behind you suddenly. And impolite ever in and like they lonely world.行ってきます。
sang sao lấp lánh thắp sáng soi con đường cháu đi. Đi ta đi giải phóng miền Nam khi quê hương nhà vẫn còn bóng quân xâm lược. Vì ta còn chiến đấu, nó đi lời Bác thúc giục chúng ta. Bác kính yêu đang cùng chung cháu hành quân. Đêm nay Bác gọi cả non sông đáp lời. Ơi trời ơi, quá khứ kia của anh rất là như giá băng.
lại đây chỉ còn hai chúng ta.